はい、こんにちは。今日はね、えー、今年の夏大ブームになりそうな木出しのスポーツファンのご紹介です。えー、ネックにかけてね、えー、両手がハンズフリーになる今流行りの充電式のファンとなります。今日はこちらをレビューしていきたいと思います。では、どうぞ。はい、これがスポーツファンですね。今流行りの今年夏大流行しそうな 気差しのスポーツファンです。えー、両手が使えるんでね、えー、首掛け式のネックバンド付きで、ここにリチウムイオンが入って充電式です。3段階の風量となっております。で、現在ね、弱、えー、で回しておりますが、ほとんどこの風ですね、音がしません、えー。静音ファンタイプとなっております。で、メーカーによってはね、音がうるさい、えー、ファンもありますけど、こちらのメーカーさんのはほとんど音がしません。 これで中ですね。さすがに中になるとファンの音も強くなりますが、これ今日です。はい、えー、こんな感じで、ここにボタンがついています。はい。これが今弱で回ってるところです。えー、今年のね、えー、熱中症対策にはもってこいの商品だと思います。はい、こんな感じで、はい、使っております。このままね、えー、走っておりますが、 こんな感じですほとんど揺れませんので、えー、こうジョギングや軽いマラソンにもいいと思います重さは感じませんねはいこんな感じでねここ角度調整がこういうふうに効きますね、えー、好きな方向に受けることができますが原則ね、えー、首元に、えー、首で発生する熱をねこれで、えー、冷却して 発汗を抑えるといった感じで、熱中症対策には最高ですね。え首筋が一番ね、えー、かい血液が流れてますんで、それを冷却するためには最高かと思います。皆さん首に、えー、濡れたオールとか巻きますよね。それと同じ原理だと思います。えー、これでね、体温を冷やす効果がある、画期的な今年、えー、夏、大流行しそうな、スポーツファンと いう名前のものもです今ね、ひ、え、そ、ー、かにブームになってきておりますので、おそらく今年夏在庫切れの可能性もあると思います。いろんなメーカーさんから出ておりますが、えー、こちらのメーカーさんのは非常に、えー、弱で回った時のファンの 音がね、えー、静かな静音タイプのファンとなっております、えー。充電式のね、リチウム電池で充電されると、まあ、ほとんどね、4.5時間、6時間あ持つようになります。その辺はこの辺にだ出しときますので、はい、えー、こういった感じで自由に、えー、方向を変えることができます。スネークタイプとなっております。まだ 首から外すと、そのままデスクトップの横に置いたり、えー、ノート PC の横に置いてね、えー、この二つのファンの角度を変えて、まあ、卓上ファンにもなるといったレジャーに、スポーツに、釣りに、で、また、軽作業とかに、えー、最高の商品だと思います。また、室内でもね、えー、ちょっと倉庫作業とかで、えー、冷房が効かないところの補助の、まあ、送風ファンとしても、 役立つものだと思います。また子供さんのね、熱中症対策にも役に立つ安全なものです。指とか入りませんのでね。はい。こんな感じで使える非常にコスパ最高の今日はスポーツファンをご紹介しました。では、またです。さよなら。